キティ様を守る騎士として精一杯頑張るよ。みんな仲良く一問一答。キティ様からもっとみんな仲良くするためにお互いに質問に答えてほしいって言われたけど。やっほー、僕がハルリットに質問か。なーに聞いちゃおっかな。メロルドが質問役なのか。キティ様に言われたんだ、みんな仲良く、みんな仲良く。どんどん行くよ。まずは自己紹介よろしく。俺はハルリット、キティ様のフラガリアの騎士だ。趣味は誰かに贈り物をすることで、特技はピアノ、あと料理が好きだな。苦手なことは地図を読むこと。あ、でも方向感覚はある。多分。身長は178センチだ。ちょっと持ってない？それヒール込みだよね。178だ。誕生日は11月2日。ハローキティ王国の自慢は？いろいろあって迷うけど、やっぱりマーケットが盛んで活気があるところかな。名産のリンゴも有名だよね。ああ、古くから他国とも積極的に交流して商業や文化を発展させてきたんだ。キティ様の愛がいっぱい詰まった国だよ。ロードを自慢してみてよ。俺にとってもみんなにとっても太陽のような存在かな。世界中から愛されているのがわかるし、そんなキティ様に信じてもらえていることが俺の誇りなんだ。騎士歴は短いよね、キティ様の秘蔵っ子くん。ああ、経験も実力もまだまだだけど、キティ様やみんなが大切にしてきてくれたから今の俺がいる。その期待に応えられる騎士になりたい。年齢が近いフラガリアは？おお、サナーとは同じくらいだな。そうなんだ、若いね。え？メロルドって一体いくつなんだ？一日のスケジュールを教えて。騎士として日々励んでいるんだけど、ロマニシが休憩に誘ってくれたり、サナーが遊びに誘ってくれたり。わあ、愛されてるね、末っ子気質。俺は視野が狭くなりがちだし、みんなにいい息抜きの仕方を教えてもらっちゃって悪いな。ほんと真面目なんだから、感謝しておけばいいんじゃない。得意料理は？って、ハルリットの料理って得意料理か。唐揚げみたいなおかずも、クッキーみたいなお菓子も作るんだ。あ、この前ブルースたちと一緒にアップルパイを作ったな。え、大丈夫だった？ブルースが手伝ってくれて力を合わせたからか、すごく美味しくできたんだ。リミちゃんもいつもよりたくさん食べていた気がするよ。ブルース、お疲れ様。いつかキティ様にも振る舞いたいな。最後にロードに一言どうぞ。お、俺はまだ未熟かもしれないけど、キティ様のフラガリアとして、あなたが託してくれた思いを胸に、この世界を信じたいです。だからキティ様も俺のこと信じていてください。全部答えたけど、メロルドから見てどうだった？俺ちゃんと答えられてたかな？まあ及第点って感じ。ああ、そうか。これからに期待ってこと。もっとみんな仲良くなるんでしょ？ああ、俺のことももっと知ってほしいし、みんなのことも知りたい。メロルドのことも話してもらえる日を楽しみにしてる。